どうも皆さんこんにちは、チャクワスです。本日はですね、今週1週間のニュース、キャッシュレス、航空会社、ホテル、まとめてね、紹介していきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。では、まずですね、こちら楽天トラベルなんですけども、マリーナベイサンズのですね、サンズライフスタイル、こちらですね、下の方に行っていただくと、会員のね、期間限定ご優待ということで、サンライズライフスカウンターで楽天、 対象の楽天会員ランク提示していただくと、研修のうちでサンライズスタイルランク3ヶ月無料アップグレードをご利用いただけますということで、こちらね、マリナ・ベイサンズでね、お買い物をしていただく必要があるわけなんですけども、楽天のね、プラチナであれば、プレステージ、ダイヤモンドやったら、エリート会員に アップグレードしていいただけるということでこちらは2024年の5月から2025年の4月までねやっているキャンペーンでこのエリートであればサン,ラサンズラウンジでチェックインできたりねその他マッサージがスパとかの割引あとアートサイエンスミュージアムの無料チケット2枚とかね結構いろんな特典がいただけるということでまあ、こちらね前 ANA の、ね、会員とかにもね配ってた特典だったと思うんですけどもまあ、こういったのがですね楽天トラベルの方でやっておりますので、まあ進行 シンガポールのね。マリーナベイサンズ行く予定のある方はぜひね。こちらチェックしといてください。それでは次にですね。これは悲報なのか朗報なのかちょっとわかんないですけども、このホテルねニューヨークのザラグジュアリーコレクションホテルマンハッタンミッドタウンっていうホテルなんですよね？まあこの入り口見てね。わかる方いらっしゃらないと思うんですけども、これね。コンラッドニューヨークミッドタウンなんですよ。なんとこの？ コンラットニューヨークミッドタウンホテルがですね、リブランドいたしまして、マリオットボンボイのラグジュアリーコレクションに加盟するっていうのが発表されたんですよね。非常にびっくりですね。私も2021年のコロナ禍ど真ん中に、このね、ニューヨークのコンラットニューヨークミッドタウンって宿泊させていただいて、まあ全室ね、 あのスイートルームということで客室広いんですよね。しかもニューヨークのミッドタウンでまあ、全室スイートなんで。 めちゃくちゃ良かったんですよね。まあ、これが、えー、コンラットニューヨークミッドタウンだったわけなんですけども、なんとね、マリオットボンボにリブランドしてしまったということで、一応ね、マリオット側ではまだね、予約取ってないみたいなんですけども、どうやら6月の5日ぐらいからですね、マリオットの方でオープンするみたいな、そんな感じで、で、一応まだね、ヒルトンの方でも予約できるみたいなんですけども、 ちょっとね、ツイッターの視聴者の方からね、コメントいただきまして、強制キャンセル食らってる人がね、あの、ヒルトン側で予約した場合にね、えー、いらっしゃったみたいですので、まあ一応ね、ヒルトンでもまだ予約できるみたいなね、あの、海外のブログ出ておりましたけども、まあひとまずですね、こちらね、近いうちに、コンラットニューヨークミッドタウンっていうのは、ラグジュアリーコレクションホテルミッドタウンマンハッタンっていうね、名前に変わってですね、マリオットボンボイに加盟するって、 っていう形になるんですよね一応ね全室スイートなんですよねねこのホテル一応、ね、デラックスルームみたいなのもあるみたいなんですけどもヒルトンの時にはですねまあどっちでもポイント数一緒でしたのでちょっとマリオットになってね正直どのぐらいになるかわからないですし一応ラグジュアリーコレクションなんでねもうニューヨークに今ラグジュアリーコレクションのホテルって、まあ、私がこの時ねあの2021年ねあのニューヨーク滞在した時ってチャトワルとかあともう一個あって んですよね、まはい、まあそんな感じで今ね、マリオットのニューヨークにね、ラグジュアリーコレクションって今ないと思うんですよね。ですので、まあ唯一のね、ラグジュアリーコレクションホテルが、まあ、コンラットミッドタウンからマリオットにリブランドして誕生したっていった形になるんですよね。まあどういった感じになるかね、正直わかんないですけども、まあひとまずね、こういった形になりまして、 ポイントがどれれぐらいで取るのかまあこのコンラッドニューヨークミッドタウンだった時は無料宿泊特典とかでもねウィークエンド、えー、利用することができたんでまあ利用する側からすると多分ねポイント数自体はね高くなってしまうんですけどもまあ、ステータス特典としてはマリオットだとねあのラグジュアリーコレクションでも朝食がつきますので、まあ、ラウンジはまあ基本的にないんでねラグジュアリーコレクションって。まあ何か 得点はあるかもしれないですけど、まあラウンジはないのでまあ、朝食は無料になるので、まあ、ポイント数が高くなって朝食がつく。か。 ウィークエンド無料宿泊特典で予約できたヒルトンの時代の方が良かったか、ちょっとね、これはわかんないですけども、どのぐらいのポイント数になるかにもね、ちょっとあれだと思うんですけども、まあひとまずね、こういったことが発表されてしまいましたので、ぜひこちらを覚えておいてください。ぜひね、このコンラッドミッドタウンニューヨークね、めちゃくちゃ良かったんでぜひ気になる方は、客室等々はね、見ていただければなと思います。ニューヨークのね、50何丁目にあるこのエリアで、スイートルームなんでね、やっぱりね、 部屋が広いっていうのはね正義ですよね。 それででは次です。こちらね、今日終わってしまうキャンペーンなんですけどもまだね、リクルートと D ポイント、ね、アカウント ID 連携してない方は連携していただくだけで300ポイントもらえますのでチャチャっとやっておいてくださいこちらね、今日で終わってしまうキャンペーンっていう風になりますえそれでは次ですポイントサイトハピタスなんですけどもなんとね、マリオットボンボイポイントにポイント交換するとポイント山分けキャンペーンっていうのが来ておりますえ期間中にハピタスポイントをマリオットボンボイポイントに交換するだけで参加することができます のでこちらね、えー、ぜひやっておいいください私もね基本的にポイントされたハピタスのポイントは、えー、マリオットにね交換していることが多いんですけれども、まあ、交換してね10万ポイント山分けでいただけるのであればまあ参加しといてね損はないかと思いますので普段からマリオットポイントにねハピタスのポイント交換される方はやっといてください。 それでは次にですね、楽天ペイでチャージ払い最大20%キャン還元キャンペーンが来ております。こちらね、一応来ておりまして、楽天キャッシュをね、支払いにしていただくと、最大ね、上限1000ポイントで20%なんで、5000利用すると1000円もらえる。まあ、エントリーだけで1ポイントもらえますんで、エントリーだけしといていただければなと思うんですけども、これね、初めて、久しぶりに利用される方は全員にもらえるんですけども、過去1年間ぐらいになってるんですけども、使ったことある方はね、抽選なんですよね。 しかも1000名とかね結構渋いキャンペーンなので、まあ、一応エントリーで1ポイントをもらって初めて久しぶりの方 その初めて久しぶりの定義がね、この2023年12月の1日から2025月23日までに使ったことがない方、この期間に該当する方はですね、こちらね、えー、5000使っていただければ1000返ってきますので、ぜひね、利用していただければなと思うんですけども、ひとまずね、えー、注意事項としては楽天ペイに楽天キャッシュでの支払いをね、設定していただいて、利用していただくと、 還元が受けれるキャンンペーンという風になりますのでカード払いとかですね。あと、ポイント払いとかもできると思うんですけども、そういうものに設定しているとね、対象外になりますので、この点ご注意ください。またね、あの、キャンペーンページはね、あの、まだできておりませんので、 えっと、6月4日から開始になるんで、来週のね、あのまとめニュースとかにね、また話したいと思いますんで、この点も覚えておいてください。それでは次です。こちらね、私やってきました。めちゃくちゃ簡単です。平日限定にはなるわけなんですけども、楽天モバイルショップの来店予約と回答で1000ポイントもらえちゃうということで、こちらね、5月の28日からね、開始になっておりまして、私の近くにもですね、この楽天モバイルのね、ショップありまして、予約してね、行ってきました。でこちら ね都道府県とねあの場所を探すとショップ出てきますのでどういう目的で来ますかみたいな感じでね製品と楽天モバイルを契約するとかねいろいろ項目出てるんですけども全部その他にしてもらってで備考欄にこのねあの来店で1000ポイントもらいに行きますって書けばこちらね OK っていう風になりますんで行っていただくとお店でねあの楽天モバイルのところに行っていただくと QR コードを読み取るね あのアンケートの QR コードいただきますんでそれをね、えー、沿って、えー、アンケート答えていただくだけで1000、えー、円もらえちゃうっていうふうになりますんでこれね来店して本当にね5分かかったかな。 っていうぐらいね、簡単にもらえますので、えぜひね、こちらえ、やっといていただければなぁと思います。先月までね、やってたこの楽天最強プラン14000ポイント、こちらねえ、6月になりまして、5月まではね、10回戦まで行けたんですけどもえ、残念ながらね、5月になりまして、ポイント数とかね、変わらないので、もしね、まだ利用されてない方はね、ぜひ利用していただければなぁと思うんですけれども、まあ、実演のね、解説動画も概要欄に載せておきますんで、そちらも見ながらやっていただければなぁと思うんですが、え今月になって5月 5回戦までっていう風になりまして、ポイント数等々はね、変わりませんので、えぜひね、こちら、こんなね、いいキャンペーンは多分もう来ないと思いますんでねえ、終わる前にね、ぜひやっといてください。それでは次です。ファミペイですね。ファミペイ翌月あたりクイックペイで、要エントリーで利用していただくと、漏れなく20%還元キャンペーンが でこれねファミペイ翌月払いでもう一つですねこちらですねファミペイ翌月払い登録者限定で4の付くにですね還元キャンペーンがこれ前にあったやつが14%前4%じゃないですっけ。はい 多分これ還元率上がってまた復活したみたいな感じになるわけなんですけども、え両方ともね、ファミペイ翌月払いが対象のキャンペーンっていうふうになります。で、ファミペイ翌月払いって何ですかっていう方いらっしゃると思うんですけども、こちらはですね、ファミペイのえファミペイ残高をえ翌月にね、全部繰り越して払うえサービスっていうふうになります。ですので、こちらを利用するとね、基本的にあのクレジットカードを使って 作ったのと同じで cic に乗ると思いますでこちらはですね手数料かかるのかって話なんですけれども 口座引きようとしていただけば手数料かかりません。ですので、まあ、特に、ねまあ、CIC には乗りますけども結構お得なキャンペーンなので、ね、利用していただくのは、ね、かなりいいのではないのかなと思いますまずクイックペイのおしゃれで漏れなく20%還元さらに抽選で100名様に全額還元ですね上限は500ポイントまでっていうふうになりますで期間中初めてファミペイ翌月払いをご利用された方は5000円相当ということで20%の500円もしくは5000円なんで500円 の方は2 5000円5 0 0の方は2万5000円利用するとまあ、この還元がねもらえるって言った形になります。でエントリーフォームはねこちらになりましてアプリからねエントリーしていただく形になると思うんですけどもここからエントリーできるのかな ま、ちょっとわかんないので、あの、アプリからね、エントリーしてください。アプリのエントリーの方法はね、ちょっと後ほど紹介いたします。で、キャンペーンの内容ですね。Google Pay、Apple Pay にファミペイカード、バーチャルカードを設定し、街での買い物、クイックペ p a y をご利用すると、期間中、クイックペ p a y のご利用金額に20%相当のファミペイボーナスを申請いたします。このファミペイボーナスがね、何に使えるのかって話なんですけども、これはね、ファミペイの残高になりますんで、えー、楽天バリアブルカードとかもね、購入すること はできますしこのファミペイバーチャルカードっていうのはですねアップルペインでねまあ、これで登録するキャンペーンなんですけれども。 普通に Apple Pay でね、利用することができますので、またね、クレジットカード番号とかも出せますんで、アマギフとかにもチャージできますんで、特にね、使い道に困ることはございません。で、このキャンペーンの参加は、エントリー及びファミペイ翌月払いのご利用が必要ですということで、えファミペイ翌月払いの小のご給用は問いませんということで、こちらね、利用していただく必要はね、あの、ございますので、ファミペイ翌月払いのね、えご利用が必要っていうふうになりますんで、 この点ご注意ください。で、エントリーとファミペイ翌月払いのご利用、プラスクイックペイのお支払いの順番は問いませんということで、まあこちらね、どっちを利用していただいても OK ですけども、こちらね、利用していただく必要がございます。で、JCB の立ち決済本キャンペーン対象外です。レジでクイックペイで支払ってくださいって書いてあるんですけども、この Apple Pay にね、このファミペイバーチャルカードっていうのを登録すると、 JCB のタッチ決済も利用することができるんですよね。ですので、このキャンペーン利用するときは、レジでね、クイックペイで支払いますって伝えていただいて、あの、アップルペイの画面をね、出して、えー、決済していた感じですね。 ですので、JCB の,の、ね、タッチ決済も Apple Pay の場合は、ね、利用できてしまいますので、この点ご注意ください。で、申請上限ですね、20%相当分ということで、ファミペイ翌月払い、を初めてご利用された日より申請上限が異なりますということで、2024年5月31日以前で1回でもご利用された方は2500円使うと500円相当、2024年6月1日以降に初めて利用される方は2万5000円使っていただくと5000円相当とて たになりますすこれはねね結構ででかいですよ、ね、特に今まで使ったことない方はですね2万5000円、ね、クイックペイで利用していただければ5000円返ってきちゃうというふうになりますのでこれはねめちゃくちゃいいですよね。で対象の加盟店はクイックペイというふうになりますのでえファミリーマートチェーン全店とネットのお店は対象外となりますということでファミリーマートも対象外またね Suica へのチャージ電子マネーへのチャージ アップルペイネット払い支払い対象外、クイックペイプラスのお支払い分が対象ですということで、こちらがね、使えるところであれば、このファミリーマート全店とネット類以外のお店であればね、OK っていうふうになりますので、 これはね、かなり使えるところ多いと思いますので、先ほどのね、キャンペーンでも言ったと思うんですけども、クイックペイプラスね、スーパーとかでも使えるところ多いので、これはね、結構いいのではないのかなと思います。で、エントリー手順なんですけども、えこちらですね、まずファミペイ選んでいただいてえ、ホーム部会のチャレンジをタッチでエントリーする。このバナーがね、出てきますんで、これの通りね、エントリーしていっていただければ、 OK ですね。で、ファミペイの翌月払いの申し込みとご利用ですね。ファミペイ翌月払いとは、1ヶ月ご利用いただいたファミペイ の支払いを翌月まとめて一括に支払いいさせていただけるサービスですね一応こちらもね、あの載せておきますのでえ、気になる方はぜひチェックしておいてください。えホーム画面のサービスをタップしていて、ファミペイ翌月払いを選択してお進みめくださいということで、まあ、こちらね、あの行っていただくと、ちょっとスクリーンショットの載せておきますけれども、私はね、今、翌月払いね、設定はしてあるんですけれども、え今、上限をね、0円にしてますよね。私は登録はしてるけども、使ってないみたいな、そんな感じですね。 ででこの上限額変更のところからですねご自身のね好きな金額選んでいただくだけですので、まあ、そんなに難しくないかなっていうところですねあの上限金額を選んでまあそれまあそれ分までの金額は利用できるっていう感じになりますですのでまあ、今回のキャンペーンでね2500円利用されたい方は2500円に設定すればいいと思いますし、まあ、2万5000円利用できる方に関しては2万5000円上限設定していただければ、まあ、それで OK かなっていう感じですね。 で、次ですね、支払いに関しては、まあ、Apple Pay でね、あの、クイックペイで支払っていただくわけなんですけども、まあ、レジでクイックペイでって言っていただければね、間違えることはないと思うんですけども、まあ、JCB のタッチ決済はね、タンペーン対象外ですので、まあ、ちょっとくどいようですけども、この点は覚えておいてください。で、Apple Pay の始め方に関してなんですけども、これもね、公式サイトを見ていただければね、非常にわかりやすく書いてありますので、まずこのアプリを起動しておいて、ファミリーマート、 ファミリーマート以外で支払うをタップしていただくとバーチャルカードをね発行する画面になりますんで同意していただいて発行ですね。このファミペイのねバーチャルカードっていうのはこちらに記載ありますけどもカード番号はね表示することができますので番号を使ってアマギフトとかもね購入することができます。今回のキャンペーンはクイックペイなんでねアマゾンギフト券購入したりしてもね還元を受けられませんけどもこのファミペイのバーチャルカード自体はですね結構いろいろ使えますのでね結構便利ですね。で Google ペイはこちらになります。 ということで今回のキャンペーンの新定時期は2020年9月の2日有効期限が10月の31日までということで、まあ、1か月ぐらいしかねあの有効期限ございませんのでこの点ご注意ください。それでででは次ですネットの支払いでお得にということで41424日は4の月の日ということでファミペイバーチャルカードの合流に対して14%還元が ますこちらもね非常に大きいですよね。で新定上限は期間限定ファミ p ーボーナス500円相当がもらえてまずエントリーが必須ですね期間が6月1日から7月の31日の4はつく日が短編対象っていうふうになりましてファミペイバーチャルカードを使ったご利用金額に対して14%相当の 期間限定ファミペボーナスをいいたしますということでえこちらもね、エントリーを B、ファミペイ翌月払いのご登録が必要って言った形ちになりまして、先ほど言った通りね、こちらもファミペイ翌月払いが登録が必要なね、キャンペーンっていうふうに。 なりますで4のつく日にですねこのパンペイバーチャルカードを利用した金額に対して14%相当がもらえるということで14%の500円なんで3600円3500円だ多分足りないと思うんで3600円ですかねで14%還元で500円相当が返ってくるということで6月および7月のご利用で最大1000円なんで6月で500円7月で 五百円っていうふうになりますね。ですので、まあ四の付く品ですね、三千六百円一回使っていただければ五百円。 で、4月に3600円使っていただければ500円。で、えー、手数料もね、あの、引き落としの場合はね、手数料かかりませんので、まあ、これでいいんじゃないかなっていうところですね。で、こちらはね、ファミペイバーチャルカードの、えー、ご利用金額になりますので、こちらはね、Amazon とか楽天とかでもね、使えますので、えー、こちらはいいですね。で、ファミペイが使えない店舗とかも書いてありますし、あとキャンペーン対象外ですね、えー、請求書払い、 回数券お試しクーポンとかは対象外ですねそれ以外のえチャージ系もね対象外になっておりますのでこの点ご注意くださいでこちらに記載のあるえプリペイドカード amazon ギフト券他社バーコード決済部チャードはえお取引完了した場合はえボーナス対象ですということでまあ、ここに記載がないものに関しては基本的にね対象になる感じですね まあそんなところですかね。まあそれ以外は特にないですね。で、利用方法ね、エントリー方法、先ほどと一緒にチャレンジからこちらのバナーをタップしてエントリーですね。で、ファミペイカードをしてない方はこちらから発行していただいて、翌月払いね、先ほどので登録していただいて、4の月日、6月の場合は4、四4 24、7月の場合は4、四4 24、こちらで利用していただくと、まあ、いう感じで14、14%還元が受けれて、新定時期は2020年9月 か有効期限は10月の31日っていう風になっておりますのでこちらもね期間短いのでこの点ご注意くださいまあいずれにしてもですねまあこちらはアマゾンとかで利用できちゃいますんでまあこれはね本当にめちゃくちゃいいですね是非こちら利用していただければなと思いますまあ CIC に乗るのが嫌だよっていう方は参加しない方がいいですねそれでは次です au ペイカード6月今月今からですね年会費 1,700、1,375円無条件で無料化へということで、このね、aupay カードですね、今までね、あの、au 回線がない方に関しては、年1回の利用がね、条件だったわけなんですけども、それがね、6月1日から撤廃されて、完全永年無料のクレジットカードになったという感じですね。まあ、この aupay カードですね、クりカし見たでもね、1%還元が取れるね、年会費無料のクレジットカードっていう風になりますんで、これはね、非常に朗報ですね。 それでは次です。三井住友カードのオリーブなんですけども、支払いモードを追加するモードにですね、なんとスタンダードカード、定型カードの支払いをオリーブフレキシブルペイ1枚で可能へということで、これすごいですよね。はい。だから、オリーブのアカウントを持っていて、クレジットカード発行している方は、スタンダードカードとか定型カードの支払いをアプリから切り替えて利用することができるっていう感じに、 なるんですよね。これはね、非常にびっくりなわけなんですけども、こういった感じでですね、追加対象カードということで、弊社が指定した対象カードのうち、V パスにおまとめログインサービスに登録されている Visa カードということでえ、残念ながらマスターカードは利用することができないみたいですね。 でこれ来た時にですねおあ ANA カードとかも使えるようになるのかなんていう風に思ってたんですけども、まあ、今後ね入ってくるかもしれませんけども今現在は、えー、三井住友カードの、えー、プロパカードが対象ということで、えー、私のお勧めしているねプラチナプリファードとかもいけますし、まあ、あとピーチとかのねクレジットカードもあるみたいですけども、えー、ここら辺もね 対象に入っております多分今後拡大していくんじゃないかななんていうふうに思うんですけれども、オリーブね、すごいですね。はい、切り替えるだけで他のクレジットカードが使えちゃうっていうふうになりますんで、これはね、他ではないサービスなんでね、非常に面白いですね。 それでは次にですね、JAL タイムセール来ます。6月4日、税時から6月5日23時59分まで。こちらね、コミュニティ欄で発信させていただきましたけども、セール内容一応ね、確認しておきましょう。国内航空券タイムセール7700件からということで、販売期間が今言った通り4日から5日までですね、登場期間が10月の1日から10月の26日、かなり先ですね、夏を通り越して、 秋ですね。で、7月の1日から7月の31日も沖縄と北海道発着路線に関してはこちら対象っていう風になります。で、もうね、個別の動画作っておりませんので、運賃表見たいっていう方はこちらからね、運賃見ていただいて、利用ね、していただければなぁと思います。今回ね、7700円ということで、えー、北陸公園でね、小松が7700円、新して7700、伊丹7700、沖縄も8800っていう風になりますんで、 こちらねかなりいいのではないのかなと思います6月の4日から6月の5日までが対象まあ2日間限定のキャンペーンなんでねぜひ、えー 利用する予定まだちょっとね先なんだね予定決めづらいかもしれないですけどもえ利用される予定がありそうな方はぜひねチェックしてくださいそれでは次にですねこちらえ花王と松本清ここからのえ D ポイントのキャンペーンですねもう漏れなく20%ポイント還元がいただけますえこちらね6月1日からね始まったキャンペーンなんですけれどもえ6月1日から6月の30日松本清グループおよびここからファイングループの対象店舗で花王の商品を1回 1> 1, 円以上お買い上げの際に D ポイントカードを提示していただくともれなく20%還元いただけますで新定上限は3000ポイント期間用途限定ポイントで支払われるっていった形になりますでこちらはですね顔の商品を1回1000円以上購入していただいて D ポイントを提示しますよねそうすると20%ポイント還元上限3000ポイントでもらえるわけなんですけども こちらですねお会計の際に D ポイントを提示でこの括弧の中ですね1ポイント以上貯めるもしくは使うを頂い,いた方ということで。 これね、ポイント使っても還元が取れるね、めちゃめちゃいいキャンペーンですね。顔の商品ね、いろいろございますけども、こういったものをですね、利用する機会のある方に関しては、えこちらね、非常におすすめっていうふうになりますんでえ、ぜひね、D ポイントえ、保有されている方はポイント使っていただいて、まあ、持ってない方に関してもえ、ポイント提示していただければね、20%か、漏れなくもらえるっていうふうになりますんで、ぜひ参加していただければなと思います。えー、っと、上限は1000円以上購入しないといけないので、1000円 購入したらまあ200ポイントっていう感じですよね。まあそれが上限3000ポイントっていうふうになりますので、まあ一回に購入しようとしたら。 1万5000円利用していただくと20%ポイント還元で3000ポイントっていう感じですね。まあ、まあ、1000円以上で購入していただければ20%ポイント還元もらえますので、まあ、ひとまず1000円以上で、ね、購入していただくっていうのはぜひね、覚えておいてください。私もね、おむつ多分買うと思いますね。これはね、えー、非常にいいキャンペーンですので、ぜひ利用していただければなと思います。期間用途限定ポイントがたくさんある方はね、めちゃくちゃいいですよね。もらえるポイントも期間用途限定ポイントなんでね。 それでは次にですね、こちら三菱 u f j ニコスカード。まあ私の動画でね、よく紹介している、まあポイントサイト。今ね、ちょっとポイントサイト下がってしまったので、またポイントサイト上がったタイミングで利用していただければなと思うんですけども、家族カード1名無料で、年会費2万2000円するんですけども、プライオリティパスがね、家族カードにも無制限で付く、非常におすすめのね、クレジットカードなんですが、こちらのクレジットカードで、オンライン旅行サイトアゴダで宿泊料金最大14%割引ということで、 こちらはですね、キャンペーンが6月1日から12月31日まで最大14%オフキャンペーンが来ております。こちらアゴダでね、このクレジットカードで決済していただくとですね、韓国に関しては14%オフ、それた海外は 8%オフっていう風になります。まあ一応ね、割引上限5000円になるみたいなんですけども、一応韓国行く予定のある方で、まあホテルの公式サイトから予約しなくてもいいよっていう方はこちらの価格もね、ぜひチェックしてみていただければなと思います。まあ14%オフで5000円なんでね、まあ結構いいんじゃないかななんていう風に思います。それでは次にですね、JAL モールですね。皆さん JAL モール知ってますかね私も使ったことは、この前のね、タダポチのキャンペーン以外使ったことないんですけども、今ね、全商品10 2倍マイル貯まるキャンペーンが来ているんですよね。これね結構いいです。 あのジャルモールなんでねジャルのオリジナル商品もありますし、まあ、それ以外のね商品もあるわけなんですけどもさらにね JAL カードで支払っていただくと最大12倍マイルがねたまっちゃうっていってがちになるんですよねもちろんこちらは JAL カードショッピングマイルプレミアム加入した時のねまあお話にはなりますけどもえ最大12倍たまっちゃうということでキャンペーン期間が5月の30日から6月の30日11時59分購入分までということで こちらねちょっと調べてみたらですねなんとアップル商品までね出てるんですよね。これが、えー、まず13インチの MacBook AirM3 チップ搭載の、えー、256の SSD ですねこちらね、えー、JAL モールで16万4000円で購入することができるんですよね。で ANA モールとかもねこういうのあるんですけどもこういうね JAL モールとか ANA モールのこのアップル商品ってこれで、ね、マイルがたくさん貯まるじゃないですか。 ま、16万4000対して1万4千0 1万4900マイルが獲得できるんで、まあ9、9%ぐらい取れてるんですけども、こういったね、あの商品って基本的に公式サイトより高かったりするんですよね。 ですので、す、ま、の、あ、ちょっと高く払っても多くマイルがもらいたいみたいなそういった方にね、おすすめのキャンペーンになるんですけどもこれで、ね、13インチの MacBookAir8 ね、8コア M3 チップのものね、これ公式サイトで見るとですね、まあ、こちらになるんですよね MacBookAir の M3 チップこちらですねでこれが16万4800円公式サイト、ねえー、なんですよねでそれが JAL モールだと16万4000円ということで JAL モールの方が安いっていうね これはね非常に珍しいケースなんですけどもこちらね MacBookAir なんですけども同じくね MacBookPro とかもねちょっと高いですけどね、はい、9%ぐらいマイルが取れてまたねこちらもえっと398,800円のところが398,800円で買えるということでこちらも800円ぐらい安くしかもねマイルもねこんだけもらえちゃうっていうふうになりますので。 これはね、かなりいいのではないのかなと思います。ぜひね、えー、MacBook 商品ですね、購入予定のある方はチェック、ね、してみてください。それでは次にですね、えー、セゾンカードの話になるわけなんですけども、セゾンカードさん、本当どうなってんのっていう話なんですけども、なんとですね、一部のカードにおいて1年間ご利用がない場合、カードサービス手数料発生しますということで、これはね、ひどいやり方ですね。な,なぜかというと、 えっと、一部の対象カードにおいて1年間利用がない場合ね、サービス手数料発生しますということで、これね、1年間1回も使ってないとお金がかかりますよっていう話なんですよね。しかもそのカードの中、今回ね、あの、発表されているカードがこちらですね、セゾンゴールドアメリカンエキスプレス旧ウォルマートセゾンカード。 こちらのセゾンのね、ゴールドカードは、この旧ウォルマートカードセゾンのね、クレジットカードを持っている方が、このカードなくなったんですよ。なくなったんで、こっちのカードに切り替わったんですよね。で、年会費優遇型のセゾンゴールドにしますよっていうので、発行された方非常に多かったと思うんですけれども、このカードをですね、年間1回も使わないと、2200円請求しますよっていうのが発表されたんですよね。これ年会費じゃんっていうところじゃないですか。 はい。だから一回も使わないとね、年会費かかりますよって言ってんのと一緒なんですけども、まあ、ものは良いようですよね。サービス、カードサービス手数料発生させますということで、まあ、セゾンからね、こういった感じのね、発表が出てしまったんですよね。これはね、やり方がね、本当に最近セゾンさんね、ひどいですけども、これはね、良くないですね。 もう、こう、こうなったらね、もう何でもありじゃないですか。はい。年会費無料って言っときながら、えー、クレジットカード一回も利用しないとカードサービス手数料発生させますって言えば、まあ、こういった感じでね、請求ができてしまうっていうふうになりますんで、まあ、これはね、年会費無料のクレジットカードとかね、まあ、歌ってるクレジットカードでも、こういった感じでね、請求できてしまうっていうふうになりますんで、 これはね、良くないですね。で、このセゾンカードインターナショナルカード、これも持ってる方ね、まあ一部いらっしゃると思うんですけども、ここに書いてありますよね。年会費無料って。だけど、一回使わないと、年会費、あの、カードサービス手数料ね、1650円請求してくるっていうふうになりますんで、これはね、良くないですね。まあものは言いようだと思いますけども、まあこんな感じでやってくるっていうのはね、印象が悪くなりますよね。いや、一応ね、あの、 適用日はですね、あの、今回、この映が発表されたのは、ま、あ先日発表されたんですけれども、運用開始がね、6月1日から、初回請求日は、まあ、来年の8月4日っていうふうになりますんで、ま、あ今後ね、このカード持っている方に関しては、えー、っと、使わないとね、請求入りますんで、えー、ご注意ください。ま、あ私の動画の視聴者の方で、まあ、このセゾンカード、インターナショナルカードっていうのは、 えー、くれこれさんのキャンペーンでこれ一回出た気がするので、それで持ってる方いらっしゃるかもしれないんで、まあ、この方は、えー、会、あの、もうキャンペーン終わってたら解約いたしましょう。で、このセゾンネクストはね、ちょっと私は見たことないので、これはいいかな。で、セゾンゴールドアメックス、ボルマートセゾン9のね、こちらに関しては、えっ、ー、と、プライオリティパスもね、1万1000円で、えー、発行できると思いますんで、持ってる方、まあ、このカードを持ってた方でアップグレードした方に関しては、 この点ご注意ください何か使わないとねお金かかってきてしまいますのででこのねあのセゾンゴールドアメリカンエクスプレスカードってたくさん種類あるじゃないですかまあ、先日私の、ね、動画でも紹介した、えー、紹介で発行するとい初年度無料でそれ以降も1回使えば無料のキャンペーンで発行した方めちゃくちゃいらっしゃると思うんですけどもああいうカードは対象外ですまあ、こちらに書いてありますけども対象外はセゾンカードインターナショナルデジタル デジタル、ウォルマートカード、セゾン以外のセゾン、ゴールド、アメリカン、エクスプレスカード。ここら辺はね、対象外になりますんで、まあ、この点はね、ご注意ください。で、このカードを持っている方で、このサービス年会費ね、あの、今年はね、まあ、話題になってるんで忘れないと思うんですけども、まあ、いつか忘れそうだなって思う方は、こちらですね。アマゾンギフト券チャージですね。こちらですね、こういったのがあるんですよ。定期的にオートチャージっていうのがあるんですよね。 押していただくとえっ、ー、と毎月とかね毎日とかこういうのね選べるんですよねでこれをねあの毎月でもいいのでまあ毎月でもいいと思うんですけどもまあ毎月ね15円とかできるかな15円できるのかな15円いけますね はい。毎月15円。まあ、これ設定しといていただければ、まあ、喰らうことはございませんし、まあ、15円ね、あの、毎月チャージしても、1年間チャージしても100円、まあ、ちょっとぐらいにしかならないので、まあ、こういった設定していただくのもね、結構おすすめですので、こちらね、あの、年一回使うの忘れそうだっていう方は、もう Amazon ト券のね、チャージタイプの定期が定期的にオートチャージね、まあ、設定しといていただければですね、まあ、喰らうことはございませんので、えぜひこんな感じでね、利用しといていただければなと思います。それでは次で 世界が事務手数料は一切かからないねイデアに関してなんですけどもお友達紹介キャンペーンが、えー、6月7日でね終了いたしますのでまだ利用されてない方は、えー、概要欄にね紹介コードと url で、えー、載せておきますのでこのタイミングでね物理カード発行しておきましょうこのイデアはですね外貨事務手数料がか,からない、えー、プリペイドカードっていう風になっておりますのでこのカードね もともと物理カードを発行するのに900円だったかなあの、有料なんですよね。ですので、こういったキャンペーン活用していただいて、まあ、実質無料でね、物理カード、えー、発行しといていただければ、まあ、アメックスからチャージでね、ちょっとポイントは取れないんですけども、外貨事務手数料で一切かからないで利用することができますので、えー、ぜひね、このタイミングで物理カード発行しといていただければなと思います。アメックスのクレジットカードで決済使用している方が、まあ、基本的に対象で、決済使用をね、海外でも、えー、利用 していきたいよっていう方はアメックスからイディアにチャージしていただいてイディアを基本的に海外のねメインの支払いに使っていただければ外貨事務手数料ね請求されませんので非常にね おすすめっていた味になります。先日ね、レボリュートをね、ちょっと期待してたんですけども、残念ながらね、レボリュートのチャージに関しては、マスターカードが無料で、マスターカードのプリペイドカードに関しては手数料引き下げのみっていうふうになりましたんで、まぁ、あ、今後もね、アメックスで海外でお得に使いたいってなると、もうイデアをね、使っていただくしかないかなっていう感じになりますんで、ぜひこのタイミングでね、発行しといていただければなぁと。 思いますそれでは次にリクルートのエアウォレットのキャンペーンですね。こちらね、動画にもさせていただきましたけども、とうとうね、6月13日でこっちのキャンペーンが終わって、紹介の方はね、6月5日で終わってしまうっていうふうになりますので、まだやってない方はですね、ぜひね、こちら、最大3500ポンタポイント獲得することができますので、ぜひね、やっておきましょう。本人確認と1万5000以上チャージしていただくと2000ポイント。で、利用していただくとですね、1000ポンタポイントもらえるんですけども、まあ、こちらはね、あの利用したい方向け、 まあ、ローソンっていう風になりますんでね、まあ、こちら利用したい方向けになるわけなんですけどもこっちですよね2500ポイントまたねまたね紹介コード入れていただくと500ポイントもらえますのでノーリスクでね2500ポンタポイント獲得することができてこのポイントはねポンタポイントですのでジャルマイルンもね 通常50%、キャンペーン利用すれば60%で交換することができますので、ぜひね、こちら利用してください。で、本人確認と1万5000円のチャージは必要なんですけども、この1万5000円に関しては、キャンペーン終わってね、ポイント付与されたら出金して OK っていうふうになりますので、ほぼ同リスク2500ポンタポイント獲得することができますので、ぜひね、紹介コード概要欄に載せておきますのでね、ぜひ利用してください。 ということで、一週間のね、ニュースまとめてね、紹介させていただきました。いやね、セゾンさん今後どうなっていくんですかね。はい、ちょっとね、カードサービス手数料とかね、ちょっと導入してきたらね、今後どうなるかね、不安でしかないんですよね。良くないのかな <laughs> で、本当に心配しちゃうぐらいですね。ちょっとこれはね、ひどいですよね。本当に物は言い,いようだなっていうふうにね、思いましたよね。年会費無料のカードでカードサービス手数料ね、まあ、 あの、カード側としてはね、使って欲しいんだとは思うんですけども、いやね、ちょっとね、これはね、ひどい話ですよね。まあ一応ね、こんな感じのことはね、発表されてしまいましたんでね、カード保有される方はね、本当に注意ね、していただければなと思います。最近ね、セゾン側のね、セゾンアメックス持ってる方に、セゾンキャッシュバックって結構あったじゃないですか。 最近ね、もう3月ぐらいからね、本当にお得な、まあコンビニとか飲食店とか、スタバーとかね、本当になんか日常で使うようなね、キャッシュバックが結構あったんですけども、3月ぐらいからね、もうずっとないので、まあこのタイミングで解約しちゃってもね、いいかもしれないですね。私もね、ちょっとセゾンカードね、キャンペーンでいろいろ作っておりますので、あのサービス年会費、カードサービス手数料はね、発生、今後ね、拡大するとちょっとめんどくさいんで、この機会にね、あの使わないカードをね、全部解約したいと、 思いますいやね、ちょっとね、これはね、残念ですね。はい。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクレイ診断、ポイントサイト診断ね、こちらから無料で資料をすることができますので、ぜひチェックしていけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。